河野行け、河野シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー1号魔界クラブ270パウンド魔界1号赤コーナー全日本プロレス250パウンドコーナー正幸コーナーコーナーレフリー和田恭平ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。袈裟固めで締め上げてまいります。乾いた音が館内に響きます。ネックロックに持っていった。フロントからのキック、バックに回ります。ハンマーが襲ってまいります。なんていうんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ハンマーを打ち込んでいきます。掴みます。ラフ殺法に転じます。行くのか、投げてまいります。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。ああ、確かにね、ちっこいですもんね。さあ今日もフレッシュな小気味よいファイトを展開中であります。ファンの期待に応え、時代の王道の担い手となるため、アスナロのミキはヒノキの大木を目指してまいります。引き起こします。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですよ。そうですね、組み合います。返してまいります。絞り上げてまいります。ロープブレイク、腰を落とします。首から突き刺さります。抱えます。あとリバースで返してまいります。バックドロップの体勢、エルボーでブロック、バックを取ります。ラリアットエンジン、あっとエルボー、キックを打っていきます。腕を取ります。あっと返します。腕を捉えます。逆に腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。立ってまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。打ち込んでまいります。ロックアップ、あと逆に投げていった。立たせていく。バックドロップ、岩石砕け散る。組み合った、コーナーに振った、あとコーナーに据え付けた。フロントキック、抱き起こす、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、アウトキック、そのまま足を取った。ここでロープブレイク、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した。おっと逆に捉えた、あっ逆にパンチ、いけるか、ラッシャースイープ、かわず落とし。
差で決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。バックを取ってジャーマー、綺麗な人間鏡、ロープに逃れた。腕を壊しに行った。腕をフックした。DDT。頭を掴んで、あっとストマックのあたり、あっとネックブリカダップ、ストンピング。10分経過。起こした。10 minutes pass。顔面蹴り上げる。ストンピングを叩き込む。引き起こす。高々と抱え上げて、そのまま真下に落とした。起こした。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。抱き起こす。抱え上げて頂点から落としていった。引き起こす。ランニングでグリカダック。さあジャイアン
沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。蹴ってまいります。腕を回します。エルボーを入れていきます。組みに行きます。投げてまいります。チンロックで固めてまいります。掴んだ、ボディスラムです。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。返してまいります。エルボー、行くのか、逆に投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。パンチで返します。あっと、逆に捉えた、円錐蹴り。決まり具合どうでしょう？ちょっとポイント外れてますね。ロックアップ、かわず落としです。引き起こします。2位を突き上げます。スタンディングを取らせます。ここでタッチです。ハンマーを打ち込んでいきます。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、掴みます。させません。掴みます。逆に返します。フロントからのキック、パンチで返します。肘を打ち込んでまいります。ロープに振った、乾いた音が館内に響きます。あっと、エルボー、組み合います。させません。打ち込んでまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。おっと、腕を取った、念仏を唱えていく。コーナーに登る。行くのか、巻き投げで切り返します。空中戦を狙いそうだ。キックを打っていきます。顔内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。あと返します。起こします。腕をフックします。ブレーンバスター、高速で投げてまいります。あー、いやらしい攻撃だ。担ぎ上げるのか。あっと、ボムに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。チョッパー、もう気持ちだけで打ってますね。はい、組み合った。あっと、逆に投げていった。ストッピング、蹴り上げていく。足を殺していった。立たせていく。バックを取ってリバースで返した。ロープに逃れました。エルボーを打ち込む。ガチッと組み合った。ロープに振った。あっと、キック。三角締めがガッチリと入った。頸動脈
20分経過20 minutes past 組み合った、あと逆に倒した、足を狙っていった、首根っこを掴んだ、させません、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、ガチンと組み合った、巻き投げで切り返した、立たせていく、いけるか、巻き投げで切り返した、引き起こす、ものすごい転写道、ストッピング強烈、いけるか、すごい形相で締め上げていく、ハンマーを振りかざす、起こした、ハンマーを落としていく、頭を掴んで、ラリアット強烈、全体重を落としていった、トップロープからムーンサルトプラス、さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね、ちょっと僕も想像つきませんね、引き起こす、ハンマー気味のパンチ、ここでタッチだ、抜くのか、あっと返した、肉体を躍動させる、起こした、膝を突き上げていった、立たせていく、コブラクラッチの体勢、逆に返した、ここでスイッチ、ストッピングを叩き込む、組み合った、対角線に飛ばした、ラリアット引き起こす、バックに回った、ジャーマー投げっぱなし、25分経過 25 minutes past、ガジェット組み合った、対角線に飛ばした、全体重を浴びせるフロックスプラッシュ、もう精神力としか言いようがないですね、意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ、あっと耐えた、あっと逆に腕を取った、キック、
30分経過、30ミリッツパス、強烈タックル、立たせていく、嵐落とし、まさに春の嵐、コーナーに登ってダイビングラリアット、ラリアット、ものすごい、トップロープを狙う、ダイビングギロチンドロップ、組み合った、コーナーに振って、あっとカウンター、さあタッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー、新日本プロレス220パウンド、竹村勝嗣、竹村230パウンド、アキラ、赤コーナー、全日本プロレス宮本、235パウンド、宮本和志、235パウンド、本間智明、レフリーマイティー井上、ゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね、まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね、それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。抱えます、させません、バット、キャッチした、肘を打ち込んでまいります、組みに行きます、返してまいります、ストンピング、蹴りつけてまいります、腕をフックします、ストマックへの攻撃であります、掴んだ、キックで返します、行くのか、逆に返します、ラフ殺法に転じます、膝を狙ってまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね、いいと思いますよ。抱えます、簡単にはいきません、フロントからのキック、走り込んでのエルボー、エルボードロップ、ロックアップ、逆に倒します、ここでタッチです、
まいります。逆水平ガードします。スリーパーに捉えます。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。組みに行きます。対角線に飛ばした。この辺りの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。エルボー、腰を落として逆エビ固めの体勢です。組み合います。ボディスラムです。ロックアップ、切り返します。ストンピングを叩き込んでまいります。館内も盛り上がります。逆にバックに回った。エルボーを入れていきます。行くのか。逆に投げてまいります。気合を入れてまいります。ドロップキック、ピンポイントであります。あっとエルボー、組みに行きます。蹴っていった。引っこ抜きか。打たせない。奥歯を噛みしめた。させません。あっと逆に捉えた。バックに回った。外した。あっとキャッチした。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー、ストッピング。組み合った。あっと切り返した。ストッピングを叩き込む。放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。ボディスラムで叩きつけた。ここでタッチだ。腕をフックした。正面から投げていった。エルボーを打ち込む。腕を回した。打たせない。10分経過。ショルダータックル、なぎ倒し。肉体を躍動させる。そのまま体固め。ロープに逃れました。ガジェット組み合った。あと逆に返した。腕を絡めて抑え込んだ。カウント2で返します。腰に手を回した。エルボーで切り返す。エルボー強烈。起こした。顔から砕け散れ。フェイスクラッシャー。エルボーを入れていく。抱えた。あと逆に投げていった。あと逆に切り返した。バックを取って、おっと外した。いけるか。強烈に締め上げる。ハンマー気味のパンチ。立たせていく。あっとドロップキック。さあいった。 STF。 逆エブで一気に反り上げる。ガード
返した。さあタッチ、はった。15分経過、15ミニッツパス。ノーザー行くのか。あっと逆に蹴っていった。小脇に抱えた、エルボーで返す。掴んだ、あっとエルボー、抱き起こす。あっとフロントスープレックス。頭を掴んで、あっと金的か。気合を入れた。抜くのか、リバースで返した。カウント入る。完璧の母の胸に抱かれました。いけるか。場外に落とした。ガッツポーズ入った。トッペを担当。ストンピング、ストンピングを叩き込む。いけるか。あと逆に倒した。絞り上げる強烈。リングに戻ります。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。
推しに巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ストンピングです。行くのか。投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。組み合います。ボディスラムで叩きつけます。腰を落として逆エビ固めの体勢です。抱えます。リバースで返します。跳ね上げてまいります。ガードします。スイッチしてまいります。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。顔面が歪みます。チョップが上がってまいります。足を狙ってまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ。あっとパンチであります。カバーに入ります。ロープに逃れました。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。引き起こします。ロックアップ、飛びついた、腕を取った、ロープブレイク。ロープにブレイクしました。掴んだ。キックで返します。あっとラリアット、背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープブレイクです。ロックアップ、ロープに飛ばした。タックルでぶちかまします。このポーズです。胴を打ち込みます。掴みます。逆に返します。グーパンチです。ラリアット、至近距離、ストンピングを叩き込んでまいります。カイナ力で締め上げてまいります。バックに回ります。そのまま後ろに落としていった。ここでタッチだ。頭を掴んでジャブが顔面を捉える。ストッピング、蹴っていった。バットキャッチした。あっ、逆にパンチ。ここでスイッチ。持ち込むのか。あとデンジャラスなパンチ、抱えた。ボディスラムで投げつける。おっと、腕をロックしての袈裟固め。ここでロープブレイク、強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。水平打ち、組み合った。リフトアップで抱え上げる。立たせていく。腕
手をフックした。ボディスラムで叩きつけた。のど輪か。そのまま叩きつけていった。体を預ける。カウントは2つ。いけるか。場外に落とした。肉体を躍動させる。場外に降りる。引っこ抜きか。投げっぱなし。パワーパーム。ストンピングを叩き込む。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。あっと逆に蹴っていった。巻き投げで切り返した。リングに戻ります。さあタッチ。ブロックした。ストンピング強烈。ガジェット組み合った。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。顔面を捉えた。いけるか。ロープに飛ばした。ラリアット投げ倒し。バックを取って、あっとエビ固めで丸めていく。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。持ってった。ジャーマンブリッジする。2カウント。まだ足りません。ラリアット、ここでスイッチ。ガードした。そのまま体固め。カウント2.9。掴んだ。あっとエルボー。ロープに振った。さあタッチ。ロープに振って、ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。ショートレンジ気味のラリアット、カバーした。ロープに逃れました。あと逆に投げていった。放っていくのか。マットスプラッシュが降ってきた。カウント3つは奪えない。バックに回った。あとスクールボーイで丸める。カウント 2.5。 ブロックした。抱えた。シュミット式で落としていった。抱き起こす。シュミット流で倒していった。エルボードラップ強烈。片エビに持ち込む。カウント 2.98。 ここでタッチだ。
強烈に叩きつける。気合を入れた。顎を狙っていく。トップロープを狙う。無人島に着陸してしまった。あっとパンチ強烈。コーナーに登ってダイビングボディパス。カウント2つ惜しい。このベルトを腰に今チャンピオンが入ってまいりました。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。キックを打っていきます。コーナーに振ってカウンターであります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。行くのか。ボディスラムで投げてまいります。組み合います。投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね。腕を狙ってまいります。ガードします。スリーパーに捉えます。
行きます。あと返します。ストンピングです。ロックアップ、フライングメイヤー、ドロップキックを見舞ってまいります。チョップが奪ってまいります。ドロップキックであります。相手を挑発してまいります。ブロックします。ストンピング、蹴りつけてまいります。蹴りを見舞ってまいります。バックフリップで落としてまいります。引き起こします。掴みます。アンマーが襲ってまいります。剛腕ラリアット、起こしてまいります。バックに回ります。岩石落として叩きつけます。空中戦を狙いそうだ。ダイビングバディプラス、3つは入りません。あっと、キャッチした。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。固めていく。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。あっと、切り返した。組み合った。あと、逆に返した。カバーの体勢、ロープに逃れました。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。ブレインバスターで叩きつける。片指に持ち込む。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。あっと、腕を決めていった。いけるか。あっと、投げていった。ドロップキック、後頭部。ガジェット組み合った。あっと、返した。脇固めに持っていった。蹴り上げていく。エビに固める。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。組み合った。逆に返した。抑え込んで、ロープブレイク。そばって見栄を切った。あと、トリップしていった。スリーパーホールド。すごい音がした。ガジェット組み合った。10分経過、10ミリか。逆に倒した。放っていくのか。コーナーから全体重を浴びせた。カウント 2.8。 そうは問屋は下ろしません。腕をフックした。あっと、ストマックのあたり。腕をまっブレインバスターで投げつける。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。このポーズ、バックを取ってバックドロップ完工。あと、逆に切り返した。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。立たせていく。担ぎ上げるのか。あっと、ハワイアンスラッシャーが決まった。カウント3つ、カウント3つ入りました。60分一本勝負を行います。青コーナー、グラジー全日本プロレス、235パウンド、フッチーマサノブ。フッチー215パウンド、剣道カシン。カ
達成頑張れ赤コーナー頑張れ R.O.D 200パウンド頑張れ若雪国頑張れ300パウンドグラジーザ・グラジーエイターグラジーグラジーレフリーマイティー井上グラジー澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。おっと逆に捉えた、フロントから落としてまいります。起こします、ブレンバスターに取ります。させません。おっとキャッチした、足を殺してまいります。剛腕ラリアット、スリーパーで締め上げます。腕をフックします、スロイダー気味に投げてまいります。引き起こします、膝を殺してまいります。腕を回します、蹴りを見舞ってまいります。逆水平張ってまいります。ラリアットものすごい抱えます。逆に切り返します、バットキャッチした、ラリアット強烈カバーの体勢、トゥーカウント、腕を取った、あーブロック、ここでロープブレイク、ここでスイッチ、蹴り上げていく、おっと逆に捉えた、させません。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。蹴っていった、組み合った、倒していった、強烈に決めていった、掴んだ、あーいやらしい攻撃だ、頭を掴んでラフに転じる、バックに回った、膝を打ちつけていった、ボディアタック強烈、片エビに持ち込む、ロープブレイク、重いですね一発が、腕を殺していった、抱えた、ブレンバスターで切り返した、フロントに捉えた、フロントキック、カメルクラッチで強烈に締め上げる、いけるか、ネックブリーカーで叩きつける、ガチッと組み合った、フロントから落としていった、抱き起こす、ラリアット至近距離、奥歯を噛みしめた、高さがあるぞ、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ、はい、さあタッチ、足4の字固め、プロレス踊るイロハを繰り出す、
ッチリ移行する。いけるか。10分経過。全部に返した。頸動脈を締め上げる。サイドを取った。あと後ろに投げていった。首根っこを掴んだ。キック組み合った。あっと倒していった。ストンピング、チキンウィングで固めていく。水平打ち、いけるか。あっと逆に投げていった。肉体を躍動させる。そのままプレスしていった。あと逆に倒した。エビに固める。カウント 2.5。 組み合った。あと逆に返した。ストッピング強烈。ブレンバスター行くのか。打たせない。フロントキック、ガチッと組み合った。ロープに振った。そのまま倒していった。キャメルクラッチの体勢だ。岩壁の母の胸に抱かれました。蹴り上げていく。足を狙っていった。腕を回した。ブレインバスターで投げつける。ここでスイッチ。ここでタッチだ。スープラ飛んで放っていった。起こした。15分経過。15ミニッツパース。サイドを取った。あっとそのまま後ろに投げていった。スパイパーで締め上げていった。組み合った。あと逆に投げていった。抑え込んで2カウント。まだ足りません。腕を取った。あー、長田の復活だ。ロープに逃れました。腕をフックした。読んでいます。まさに読み切り小説。ロープブレイク、ロープブレイク。エルボーを入れていく。さあタッチ。いけるか。巻き投げで切り返した。引き起こす。組み合った。コーナーに振って、フロントスープレックス。エビに固める。カウント2。返しました。顔面切り上げる。すごい顔で打つ。あっと逆に蹴っていった。掴んだ。あっと逆にキック。腰に手を回した。同締めスリーパー。蹴っていった。キック、蹴り上げていく。いけるか。
あと逆に倒した。バックを取って、バックドロップ、右踏みのジャーマンスープレックス。ブロックした、ランニングレッグ、リカードラップ、ストンピングを叩き込む、ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、顎を狙っていく、組み合った、対角線に飛ばした、エルボー強烈、腕刺激入った、ここでロープブレイク、フロントキック、蹴り上げていく、ガジェット組み合った、グラウンドに持っていった、抑え込んで、カウント2つ、惜しい、ガードした、腰に手を回した、エビ固めで抑え込んだ、カウント2つで返してまいります。ここでスイッチ、張った、腕折りに持っていった、首根っこを掴んだ、うわっと逆に蹴っていった、ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。いけるか、コーナーに振った、今側頭部ですね、後頭部痛だか、全体重を落としていった、小股に挟んだ、アッサムボムで叩きつける、ロープブレイク、ピンポイント、膝、あっと腕をロックしていった、25分経過、25 minutes passed。 ガジェット組み合った、対角線に飛ばした、ナダル式のフロントスープレックス、ここでタッチだ、片エビに持ち込む、カウント 2.89、 さあタッチ、キック掴んだ、あと逆にキック、腕を取った、あと切り返した、腕を取った、あっと逆に腕を取った、アームロック、アームロック、組み合った、グラッとそのまま腕を取った、いけるか、逆にロープに振った、ここでタッチだ、抱えた、させません、いけるか、ネックブリーカー落としていった、アーブロックで決めていった、ガジェット組み合った、あっと投げていった、ストッピング強烈、フロントキック、腕をフックした、あっと逆に投げていった、ストッピング立たせていく、引っこ抜きか、
お、高いところから一気に叩きつけた。岩壁の母の胸に抱かれました。巻き投げで切り返した。気合を入れた。トップロープを狙う。ダイビングパネパス。カウントトゥー。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、
見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ロープに振ってスピンキック、ガードします。顔面に突き刺さります。足に照準を絞るのでありましょうか。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。容赦のないキック攻撃です。あっと、キャッチした。耐えます。掴んだ。アンマーが襲ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。バックに回ります。頸動脈を狙ってまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩を撒いたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。打ち込んでまいります。掴みます。肘を打ち込んでまいります。ラリアット至近距離。組みに行きます。倒してまいります。全日本プロレスを体を張って守ってまいりました。この川田、自ら胸を突き出し相手の技を真正面から受けるそのファイティングスタイルは、まさに痛みの伝わるプロレスであります。腕をフックします。キックを打っていきます。掴みます。キックで返します。ブレンバスターに取ります。脳天砕きブレンバスター。バックに回った。させません。フロントからのキック、エルボー、組み合います。コーナーに振った。チョップが食らってまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。キックが顔面を捉える。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。掴んだ。エルボーを入れていきます。逆に倒します。リング上は逆片指固めの体勢。行くのか。巻き投げで切り返します。行くのか。逆に返します。起こします。組み合います。ボディスラムです。掴んだ。ヘッドを打ってまいります。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ロックアップ、逆に投げてまいります。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。ストレッチプラムに入ります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。蹴ってまいります。逆水平を打っていきます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいに懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。足を取ります。打たせません。蹴ってまいります。抱えます。 DDT でマットに突き刺します。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。サイドを抱えます。バックドロップが綺麗に扇子を広げた。抜くのか。あと耐えた。腰に手を回した。10分経過。扇子に挟む。
ここまで来ると気持ちよってますよ。はい、あっ返していった。バックに回った、エルボーで切り返す、小脇に抱えた、首から落ちましたよ。首が悲鳴を上げた。首やった、あと逆に投げていった、エルボードロップ強烈、蹴り上げていく、抱えた、あと DDT、 強烈に締め上げる、蹴りをぶち込む、ガチッと組み合った、ロープに飛ばした、キック、腕しげ入った、ここでロープブレイク、掴んだ、エルボーを打ち込む、いけるか、巻き投げで切り返した、引き起こす、バックに回った、そのままボマで叩きつけた、3つは入りません、耐えて、ローキック、腕を回した、垂直落下、ブレーンバースター、ストレッチクラブの体勢、ロープに逃れました、奥歯を噛みしめた、パワーボムが決まった、正面から投げていった、抱き起こす、バックドロップ、垂直落下式、バックを取って、直下式バックドロップ、立たせていく、15分経過、15 minutes、あっと首がくの字に折れ曲がった、小脇に抱えた、垂直落下式、ロープブレイク、小股に挟んだ、打たせない、腕をフックした、垂直落下式 DDT が決まった、起こした、直下式バックドロップ、引っこ抜きか、アイアングルのパワーパワー、カウント3が入りました、この
3本のベルトを持つ王者、三冠ヘビー級チャンピオンが今入ってまいりました。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー270パウンド天竜健一郎。天竜赤コーナーチャンピオン260パウンド武藤健一。レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。倒してまいります。ブロックします。タックルでぶちかまします。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。蹴ってまいります。汗がミストとなって飛び散ります。起き上がり拳の逆水平チョップです。起こします。バックドロップで叩きつけます。おっとそのまま WAR スペシャルの体勢であります。ロープブレイク、ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。老快なテクニックを駆使してまいります。ロープブレイクです。足を抱えます。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。腕をフックします。させません。抱えます。ブレンバスターで切り返します。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。組みに行きます。返してまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。足を取ります。ドラゴン突き起こしてまいります。パンチで返します。足を取ります。ドラゴン突き、アキレス腱固めに入ります。ロープに逃れました。組み合います。フライングメイヤー、アキレス腱固めに移行します。ロープにブレイクしました。グーパンチです。掴んだ、膝を狙ってまいります。ナックルを打ち込んでまいります。投げてまいります。後頭部へのチョップであります。ガードします。 WAR スペシャルに持ってまいります。ロープに逃れました。行くのか、場外に落とします。リング下に降ります。行くのか、お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック、顔面に打ち込んでまいります。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ、スタミナを奪うには効果的ですよね。お気をつけください。キックを打っていきます。キックを打っていきます。スタンディングを取らせます。レフトハンドのラリアット、立たせていく。リングに戻ります。
戻ります。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。させません。ブレンバスター行くのか。あっと逆に投げていった。引き起こす。バックを取ってバックドロップ決行。抱き起こす。ブレンバスターで切り返した。掴んだ。いかにピンポイント集中砲火。足を殺していった。いけるか。投げていった。アキレス腱を決めにいった。岩壁の母の胸に抱かれました。ブロックした。起こした。グレッタ倒していった。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。ガチッと組み合った。逆に返した。ガードした。このポーズ。ストッピング。背面エルボーを持っていった。返した返した。返しました。足を取った。あっ逆にパンチ。ラリアット左腕。起こした。切り返した。完璧なまでの切り返し。場外に降りる。リングに戻ります。頭を掴んで。あっと逆にキック。抜くのか。食ってしまった。パワーボム。ここが踏んだところですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。あっと逆に蹴っていった。ロープに振って。いけるか。巻き投げで切り替え。カイナ力で締め上げる。 WL スペシャル。ロープに逃れました。足を抱えた。させません。掴んだ。小刻みに入りましたよ。脳髄